It's me, Aki. お久しぶりです。ということで、私は今沖縄に来ています。ここは宜野湾海浜公園で、浪江ちゃんの聖地なんですね。今日は浪江ちゃんの引退日、かつデビュー日になりますので、まあ、毎年この時期は沖縄に来ています。今日は久しぶりにトークをしてみたいと思うんですけど、私自身ちょっと今年に入ってですね、心境の変化がありまして、まあ、それについて話したいと思います。今日のトークのテーマは、まあ、時間には限りがあるということですね。まあ、これは私もちょいちょいお話ししてると思いますし、日々割とそれを感じたいと思って生きている方なんですけど、私はですね、今年に入って父を亡くしたんですね。で、今もこう言いながらちょっとあんまりピンときてないというか、ちょっとふわふわしてて、まあ、去年もこの時期に沖縄に来ていて、その時は数ヶ月後にそんなことになるなんて思ってもなかったので、もうすごく不思議だし、まあ、今回、まあ、感じたことっていうのは、やっぱり、ああ人って本当に死ぬんだなってことなんですね。この人はいつか死ぬこととか、時間には限りがあることとかってみんな分かってると思うんですけど、なんか私を含めて時間を大切に使えてないんじゃないかなって思ってるんですね。最近あの統計のお姉さんの里前さんの本を読んだんですけど、そこにその暇つぶしをしてしまう要因っていうのが書いてあって、ハッとさせられたんですけど、まあ、それが確か、死への恐怖、それから孤独への恐怖、そして責任への恐怖かな、それから逃れたいがために暇つぶしをしているというようなことが書かれていたと思うんですね。いや本当そうだなと思ってですね、だからどっかでみんな私も含めてうっすら死への恐怖があったり、孤独への恐怖があったり、何かへの責任への恐怖があったりして、それを考えたくない、目を背けたいから、それに蓋をするためにどうでもいいことで時間を埋めているっていうことがあるんじゃないかなって思うんですね。そしてでもそれっていつか人生終わるし、いつ終わるかも分かんない、すごく限られた時間の中でそんなことやってていいのかなってやっぱり思うわけですね。とにかく自分が限られた時間の中で本当にやりたいことに時間を使っていく、それが時間を大切にすることだと思うし、限られた命を生きることだと思うので、まあ、私も今日からまたやっていきたいなって思っているところです。今日はそんなお話でした。今からお友達とステーキを食べに行きます。 OK, so see you next time. Bye.